皆さん歴代胴反り、初代胴反りから集まれ胴反りの歴史の中で記憶に残っているバグって何個ありますか？俺がこれ本当にヤバかったなって思うバグの紹介動画やっていきたいなと思います。例えばなんですけど、集まれ胴反りって皆さんこれ知ってますか？2年前、ちょうど2年前なんですけど、バージョン 1.0.0、 今が確かバージョン 2.0.5 だからもう今することはできないんですけど、まあ、片方がテーブルを持つじゃないですか。そして回してる最中にタイミングよくもう片方のプレイヤーがY ボタンで回収するんですよね。ただそれだけ。そうすることによって、なんと今置いてあった冠とか、まあ、帽子っていうのが複製することができたんですよ。もしもこれが王冠だったらどうなると思います？まあ、とんでもないベルを稼ぐことができたんですよね。もうそれが見つかったのが多分集まる胴反りが発売されて1日とか2日後ぐらいに、まあ、プレイヤーによって見つかったんですけど、まあ、それからすぐに修正されたっていう衝撃的なバグだったんですよね。ただただこう片方がまあ、くるくる回して、そしてタイミングよく Y ボタンを押すだけするとこれが複製されるっていう、今回はそういった致命的な、まあ、ゲームバランスを崩壊させた歴代胴反りのバグ紹介動画やっていきます。さて一番最初に紹介するのは胴反り E+ なんですけど、無限増殖バグって呼ばれるものがありまして、まあ、さっきのね集まる胴反り同様にこの胴反り E+ でも無限増殖バグがあります。これを置く、服を置くを選択します。服をまず4つ置くんですよね。OK、 4つ置いたら手前から2番目あたり、2番目の服を通り過ぎる瞬間あたりで Y ボタンを押してメニューを開くんですよね。ふっ、ここら辺かな、ここら辺で実況テーブルを部屋に置きますと。来た。さらにこっからですね、上に上がることができたらゆっくり左に降りていくんですよね。よし、降りることに成功したので、ゆっくりここに降りることができたら秋の金メダルっていうのを配置します。これですね、秋の金メダル置きました。で、秋の金メダルを配置することができたら次は実況テーブルを回収します。回収することができました。すると秋の金メダルっていうのが宙に浮くんですよね。ラジカセを置きます。するとラジカセが上に行きました。そしてですね、このラジカセが上に行ったのを確認すると、一度外に出てもう一回入るんですよ。そしたらですね、ここで、まあ、金メダルが浮いているのでこれを回収します。そしてもう一回外に出ます。そしてもう一回室内に入ることによって金メダルがまた上に浮いてるっていう状態なんですよね。これを繰り返すことによって永遠に無限増殖バグでベルを稼ぐことができるという小ネタでした。まあ、回収します、外に出ます、もう一回入ります。これ結構有名なネタなのかな。当時はね、これで全額返済したっていう方もいるかもしれませんね。ちなみに1個売ったらいくらになるのかっていうと、もう1個だけ回収しておこっか。 OK、 こんだけ回収して、この秋の金メダルが一体いくらで売れるのか、早速紹介します。売りたいものがあるので、こちらですね、秋の金メダル、なんとですね1個1万4000ベルで売ることができます。さあ、そんな胴反り E+ の紹介だったんですけれども、次は有名なおいでよ胴反りの方に行きます。さあ、やってきました、おいでよ胴反りですね。おいでよ胴反りのこのネタは結構有名かなって思うんですけど、ちょっとね、俺も中古のデータを使ってやっていきます。手紙バグについて紹介していきます。ちなみにこの手紙バグ自体はフリーズする恐れがあるので、まあ、皆さんはねこの動画を見て、あ、そういうのがあるんだっていうのだけね知っていただければなと思います。まずは手持ちを空にして手紙を9通用意します。プレゼントは全部外すようにしておいて、右下だけ開くようにしておくんですよね。で、10通目を用意します。モザイクの便箋ですね、これを使っていきます。宛先の 3A を消していきます。3A を消しました。消したら次は宛先の行の一番前の部分にカーソルを持っていきます。ここですね。
ここに持ってったら 1,2,3,4 スペースを4回押します。スペースを4回押しました。宛先の名前の後ろ側にカーソルを持ってって、ここですね、スペースをさらに4回押します。 1,2,3,4 4回押しました。そして宛先の一番手前側にカーソルを持ってって、なお押せなくなるまで連打していきます。 OK。 ここからなお4つ消していきます。 1,2,3,4 4つ消したらスペースを4回押します。 1,4 4個押したな。 Y ボタンを2回押します。1,2 カーソルを右に移動させます。限界まで。よし、限界まで押したらさらになお押し続けます。バグってきましたね。ベルの音が聞こえてくる。とんでもないベルの音が聞こえてきました。そして限界までできましたので、決定ボタンを押していきます。これでよろしいですか？はい、押します。するとですね、アイテムがたくさん出てきたわけなんですけど、これに触れずに役場に行って貯金していきます。貯金のことですね。貯金のことでお金を貯金する。1,10,100,1,000,100,000,100,000,1,000,000,1億。ゼロベルになった。残高は1,10,100,1,000,100,1,000,000,1億。3,5,696,6,088ベルが、貯金することができたというのがですね、この歴代動物で致命的なバグだったんですけど、このね、バグを使用することによって、ちょっとね、この手紙欄がバグるんですよね。っていうのもありまして、一応知ってはいたけど、やらなかったっていう方も多いんじゃないでしょうか。そんな今回の動画の内容だったんですけれども、ちょうどね、2年前に集まる動物の無限増殖バグっていうのが流行ったんですけど、その他にもね、実は動物 E プラスとか、おいでよ動物にもありましたよというお話でした。今回はこの辺で撮っておきましょう。バイバイ。